どうも、ゆたかです、今回は僕が先月 ZOZO タウンで買った、こちらの革靴とこの革靴を使ったコーディネートを簡単にご紹介していきます。僕が買ったこちらのシューズはハルタのスポックシューズっていうものでして、まあ、スポックシューズってその何なのかって言いますと、こちらの側面に切り込みの入ったようなシューズのことですね。ドクターシューズっても呼ばれまして、もともとはそのお医者さんとかが病院で履くように作られたシューズなので、ドクターシューズって呼ばれますね。まあ、なのでこの箱にも書いてあるんですけど、ここにお医者さんとかも写っていますね。まあ、ハルタをその知らない方のためにこのブランドの紹介を簡単にさせていただきますと、1948年に設立した、日本のシューズブランドでして、学校指定靴とか作るメーカーとしては、まあ、国内トップシェアを誇る企業ですね。まあ、その最近ですと、ビームスとかそのアダムエロペとかそういった、セレクトショップとか、あとはエンダースキーマとかとコラボして、まあ、シューズとかも作って出したりしていますね。このスポックシューズもその60年以上にわたって、まあ、変わらず作られているオリジナルデザイン のロングセラーモデルですね。まあ、僕なりに、まあ、このシューズの良さっていうのを、まあ、3つご紹介していきたいと思います。1つ目がコーディネートに合わせやすいっていうのと、2つ目が、まあ、値段が安いっていうのと、3つ目が、まあ、履きやすいっていう、まあ、この3つが、まあ、僕が思うこのスポックシューズの良さですね。1つ目のコーディネートに合わせやすいっていうのはどういうことかと言いますと、まあ、革靴なのでそのきれいめなコーディネートにはもちろん合うんですけど、デニムだったりとか、まあ、チノパンなどのそういったカジュアルなアイテムとの相性も結構いいですね。きれいめなアイテムであるそのテーラードジャケットとか、まあ、シャツとかと合わせると、まあ、より上品さが増して、まあ、ドレスライクな感じに見せることができるんですけど、先ほど言ったデニムとか、まあ、チノパンなどのそういったアイテムと合わせると、まあ、カジュアルダウンさせて見せることができるので、上品さが増してその大人っぽい感じにも見せることができますね。まあ、なのでその、まあ、一足この持っておくと、まあ、コーディネートの幅が広がるんじゃないかなって個人的には思います。2つ目の良さとしては、まあ、値段が安いって言ったんですけど、こちらその8800円で買うことができるんですよ。普通その革靴とかって、まあ、大体いいものを買おうとすれば、まあ、3万円とかもっとそれ以上するものもあると思うんですけど、まあ、こちらはその1万円切るので、まあ、コスパ的には結構お得なんじゃないかなと思います。まあ、ケア次第では2、3年とか、まあ、もっとそれ以上履けると思うので、まあ、なのでその長期的に見るとコスパ的には結構お得なんじゃないかなって思います。3つ目の良さとしては、まあ、履きやすいって言ったんですけど、まあ、普通革靴とかって紐を縛って履いたりすると思うんですけど、まあ、こちらはその見て分かる通り紐がないんで、そういう縛る手間とかもないですね。まあ、あとその、まあ、最初にも説明したんですけど、まあ、こちらがカットされているデザインなので結構脱いだり履いたりするのもスムーズですね。まあ、その見た目は革靴のような感じで、まあ、履きやすさはサンダルのような感じで履けるって思っていただければイメージはしやすいんじゃないかなと思います。まあ、そのあんまり長々と話してもあれなんで、まあ、早速そのコーディネートの方をご紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、いかがだったでしょうか。1コーデ目は、まあ、こんな感じで組んでみたんですけど、コーディネート そのポイントとしてはセットアップに対してこの革靴を合わせているので、かっちりしすぎた印象に見えないように、その足元や首元で素肌を見せてその抜け感を出しています。素材がレザーなので、まあ、帽子とか
そのベルトの方もレザーにすることで、まあ、全体のその色だけではなくて、まあ、素材の方も統一感を出しています。裸足のような感じで履いているように見えると思うんですけど、素肌を出してその抜け感を出すのであれば、まあ、こんな感じのそのカバーソックスがおすすめですね。僕が履いているものはその、まあ、ユニクロとかで、まあ、300、400円で1足買いまして、3つセットでその1000円くらいなので結構お得ですね。まあ、続いてはその2項でご紹介していきたいと思います。どうぞ。はい、2コーデ目はこんな感じでアースカラーをメインに合わせてみました。まあ、コーディネートのそのポイントとしては、足元とトップスに白を取り入れることで着ているアイテムの色を映えさせてるだけではなくて、清潔感っていうのもプラスしています。こういったデニムなどのアイテムと合わせると、まあ、カジュアルっぽい感じが少し落ち着いた感じに見えるので、まあ、一気に上品な感じに見せることができますね。続いては3コーデご紹介していきます。どうぞ。はい、3コーデ目は、こんな感じでテーラードジャケットに、チノパンを合わせて、まあ、トラッドな感じに合わせてみました。まあ、コーディネートのそのポイントとしては、テーラードジャケットや白シャツとかチノパンなどのベーシックなアイテムを中心に合わせているので、普通すぎな感じに見えないように差し色として古着で買った赤い柄のディオールのネクタイを合わせています。こういったそのジャケパンスタイルって結構年齢層が高めの方の人の方が似合うと思うので、その幼く見えないようにレザーのハンチングをかぶって大人っぽさっていうのもプラスしています。続いて4コーデご紹介していきます。どうぞ。はい、4コーデ目はこんな感じでオールブラックで合わせてみたんですけど、まあ、コーディネートのそのポイントとしては、オープンカラーシャツを着ているので、普通にタックインするだけだとその面白みがないので、ありきたりなそのオールブラックコーデに見えないようにシャツの下のボタンを開けてハーフタックインをしています。オールブラックコーデって結構重ための感じに見えちゃったりとかがあるんですけど、素肌を見せてその抜け感を出したりとか、まあ、色とか柄とかを合わせるとちょっと普通と違ったオールブラックコーデに見えるんじゃないかなって思います。なので着こなしの変化やその差し色や柄を入れてあげると、まあ、オールブラックはおしゃれなんじゃないかなって思います。続いてラスト5コーデ紹介していきます。どうぞ。はい、ラスト5コーデ目はこんな感じで合わせてみたんですけど、まあ、コーデのそのポイントとしては、デッドストックのステューシーの T シャツにデニムを合わせて、その上から、ベージュのテーラードジャケットを合わせて、きれいめカジュアルな感じに組んでみました。全体的にカジュアルな色使いなので、その柄のハンチングをかぶることでその大人っぽさだったりとか遊びの要素もプラスしています。
はい、まあ、全部でその5個でご紹介させていただいたんですけど、いかがだったでしょうか。今回そのきれいめだったりとか、まあ、カジュアルな感じに合わせてみたんですけど、まあ、こんな感じでその浅めのビニールをかぶってちょっとストリート寄りな感じに合わせてもおしゃれなんじゃないかなって思います。僕自身そのハンチングが好きなので、まあ、ハンチングばっかりかぶっていたんですけど、まあ、こんな感じでそのキャップなどかぶってあげたりするとそのカジュアルっぽい感じとか、まあ、スポーティーな感じの要素をプラスできるので、まあ、そういったコーディネートに合わせてもいいんじゃないかなと思います。あとはこの革靴を買う上でその重要なポイントを話すのを忘れていたんですけど、ちょっと申し訳ないんですけど、その、まあ、このシューズちょっと大きめなんですよ、まあ、僕普段、27とかでそのコンバースとか履いてるんですけど、まあ、それでも、まあ、こんくらい見えるかな、こんくらいそのゆとりができますね。購入するのであれば、まあ、普段のそのサイズより 0.5 からその1センチぐらい、まあ、下げて購入した方がいいと思います。まあ、ただその、まあ、僕27、普段27で、まあ、26履いてるんですけど、まあ、ソックスを履くとそのちょうどいいかなっていう感じですね。そのアマゾンとかだとその返品無料とかのサービスとかもやっているので、まあ、ちょっと自分サイズわかんないなって方は、まあ、そういった便利なサービスを使って、まあ、自分のサイズを確認するっていうのも、まあ、一つの方法なんじゃないかなって思います。スポークシューズはその光沢感のあるその牛革を使っているので、まあ、高級感がありますし、その履いていくごとにその自分の足に馴染んでいって、まあ、味が出るので、まあ、なのでまあ、そういった経年変化とかも、まあ、楽しめる一足なんじゃないかなって思います。コーディネートはその何にでも合いますし、まあ、値段もその1万円切って結構お得かなって思いますし、あとまあサンダルのように履きやすい革靴なので、まあ、個人的にはすごくおすすめな一足ですね。はい、今回はこのスポークシューズの良さっていうのを、まあ、3つと、コーディネートの方を5個でご紹介させていただいたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、参考になれば幸いです。そのスポークシューズの、まあ、サイズ感だったりとか、まあ、コーディネートをどう合わせればいいんだろうとか、その分かんないこととかあったらぜひコメントの方もお待ちしてます。こんな感じでその僕のチャンネルでは服の、まあ、商品紹介だったりとか服のリメイクだったりとか、まあ、コーディネートの方もご紹介しているので、まあ、ぜひそのチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。あとインスタグラムと、まあ、ツイッターの方もやっておりますので、概要欄に貼ってある URL からフォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。